はい、どうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はイベント型スケジュール予想2021年11月編やっていきたいなと思います。はい、ということでダルビッシュセレクションの発表から一夜明けまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、昨日の動画もね、たくさんの高評価だったりとか再生数をいただいておりまして、まあ、コメントでもね、引くか迷うみたいなコメントもたくさんあったんですが、まあ、それも踏まえた上でですね、10月が1年で最大に盛り上がる月っていうのが今年は改めてね、こう崩れたなというような印象を受けました。まあ、それがすなわちどういうことかっていうと、今年の11月はですね、間違いなく激ヤバな1ヶ月になると思います。ということで、まあ、その内容についてね、今回触れていくんですが、このイベント型スケジュール予想はですね、過去のスケジュールを振り返って、そこから今年の流れを予想していく動画になっております。まあ、ただ今月はね、昨年とは大きく変わる可能性がもう間違いなく高いので、まあ、あくまでも振り返りは振り返り、予想は予想という感じになると思うんですが、まあ、結構確定しているスケジュールなんかもあるのでね、まあ、おさらいも含めてね、見ていただけるといいのかなと思います。ということで早速本編やっていきましょう。はい、ということでまずは昨年11月のガチャスケジュールから振り返っていきたいと思います。まずは11月の4日から6連ライジングスカウト、5日から期間限定ノーマルスカウト、6日からヒートアップスカウト、9日から、グレードアップスカウトで中継ぎの追加と、5周年記念福袋ですね。で、13日からワールドスター第3弾ガチャ、筒香選手と山口選手の2選手が登場してました。で、19日から OB 第1弾のガチャ、20日から AA ランク以上&自チーム確定ガチャ、そして26日からドラフトスカウトで先発、おそらくここエースですかね、の追加と、マンスリー感謝無料10連、自チーム OB 狙い撃ちスカウトで第1弾の、OB で、さらには30日から5連シンクロスカウトというね、1ヶ月のスケジュール感になってました。まあ、これを振り返って分かることは、まあ、やっぱりまずは、去年の目玉はワールドスター、そして5周年の洗濯機の福袋と第1弾だったかなというところなんですが、まあ、月頭のスケジュール感的にはね、まあ、大きくは変わらないかなとは思うんですけど、まあ、今年とはね、もう大きく異なるスケジュール感に、中間以降はなってくるっていうところが、まあ、分かるかなと思います。続いて昨年11月のイベントスケジュールですね。はい、こちら振り返っていきたいと思います。まずは11月の2日から最強決定戦セパーリーグ、プラスコスト限定リーグですね。まあ、これね、今年最強決定戦のお知らせが多分まだ来てないと思うんですよね、この動画を撮影している時点では。というところで、まあ、ここの最強決定戦どうなるのかなっていうところはあるんですが、まあ、どうなんだろう、ダルビッシュセレクションが登場された以降とかになってくるんですかね。まあ、そこを含めた上での最強決定戦という感じになるのかなって個人的には予想してます。で、11月の6日からスコアバトル、プラス、プロスピマーケットで、10日からエージェントエース、13日から CS&日本シリーズ勝敗予想キャンペーンで、14日からスピちゃん2020ブロック大会、16日から試練大解放とクイズスタジアムで、19日からプラスペ応援団で OB 第1弾の登場で、26日からラビリンス、30日からフェスタというね、流れになってました。まあ、結構イベントに関してもですね、今年はまた違った、流れになっている部分もあるのかなという気はするんですが、スピちゃんはね、また各ブロックのその本戦というか、まあ、北海道東北大会、中国四国大会とか関東大会、九州沖縄大会、中部近畿大会とかっていうところのスケジュール感がまた去年と違う感じにもなっているので、まあ、スピリーグの兼ね合いもあるんで、まあ、ここは今月はないかなと思うんですけど、まあ、リアタイの大会はどうでしょうね。スピリーグの予選がまあ9月にあったとは思うんですけれども、まあ、そこから1ヶ月空いて、まあ、今月来るのか来月来るのかっていうところにはなってくるのかなと思います。まあ、あとは本当に最強決定戦がどのタイミングで来るのかっていうところが気になっている方は多いのかなっていう気がしますね。はい、ということでここからですね、予想の方やっていきたいと思うんですが、まずは今年の11月のガチャスケジュールから見ていきたいと思います。こちらでございます。はい、まずは11月の5日までヒートアップスカウトが開催になってます。で、プラス、8日まで、アニバーサリーの第2弾ガチャですね、こちらも登場になってます。で、8日から、ドラフトスカウトでエースの追加プラス6周年記念福袋と予想してます。まあ、これね、個人的には本当に難しいなと思っていて、まあ、6周年記念福袋、洗濯契約書の影がですね、まあ、どうしてもこのダルビッシュセレクションの発表プラス、あとは藤川さんのコラボっていうところも発表になってるので、まあ、薄くなるのかなというところで回したいなと思わせるような追加って考えると、まあ、ドラフトスカウトでエースしかないんじゃないかなっていう、気はしてますね。まあ、逆にエースが追加にならなければ、まあ、選択契約書は回さなくてもいいかなっていう人も、まあ、結構多いんじゃないかなっていう気はします。で、15日からダルビッシュセレクション、これはもうほぼ確定ですね。はい、で、25日から OB 第2弾で藤川さんコラボと予想してます。まあ、ダルビッシュセレクションに関しては10日間開催という予想なんですが、まあ、そうなるともうほぼね、11月はもうこの2つのコラボで最後閉まって終わるというような、流れになるかなと思ってます。まあ、あと1つあるとすれば、まあ、6周年記念福袋の開催期間中にワールドスターですかね、が入ってくるかどうかっていうところは一つあるのかなっていう気はしますが、まあ、そうなってくると本当にもう11月は恐ろしい1ヶ月になるなっていうところですね。あとはダルビッシュセレクション期間に、まあ、通常のポジション追加があるのかどうか、まあ、ここはちょっとイレギュラーなんで何とも言えないかなっていう気はするんですけど、まあ、そこで追加がないと1ヶ月間で、まあ、追加ポジションがワンポジションだけになる可能性もあるので、まあ、そこもどうなるのかなっていう気はしてます。はい、ということでラストですね、11月のイベントスケジュール予想でございます。こちらでございます。はい、11月の8日までコーダの達人、こちらは今日
今日からかな、開催になってます。で11月の5日から消費スタミナ2分の1キャンペーンですね、こちらも開催に、なります。で11月の8日から対決カーニバルで覚醒と予想しております。これちょっとレアリティの予想はしてないんですけれども、まあ、今月は入ってきてもいいんじゃないかなっていう気はしてますね。で11月の15日からスターロードでダルビッシュセレクション、まあ、これはダルさんが発表されてましたので、まあ、ほぼ確かなと思います。累計ありですね。で21日からプロスピマーケット、25日からバッティングトラベラーで OB 第2弾というね、予想にさせてもらいました。まあここに関しては先月新米が来たばっかりなんで、まあ、大きな新しいイベントとかはないかなとは思うんですが、まあ、4日間のイベントをつなぎが入るかなっていうところの予想がね、まあできるかなと思うので、そうなってくると消去法でマーケットっていうところにはしたんですが、まあここは試合系ないしはまあつなぎイベント4日間のイベントが入ってくるかなっていう感じですね。はい、てな感じでですね、まあ以上が、振り返りと予想というところだったんですが、ラスト、まあ、今月の立ち回りについてのお話をね、して終わろうかなと思います。まあ例年であれば11月っていうところはね、選択契約書と OB 第1弾が目玉になるので、まあ無課金の方はやっぱ選択契約書で、課金できる方はまあプラスアルファで OB 第1弾もまあ回したりとか走ったりとかっていうところになってくるかなと思うんですけど、今年はダルビッシュセレクションプラス藤川さんのコラボ、さらには選択契約書っていうところになります。でなおかつさっきも言いましたけども、ワールドスターの登場というところももしあればですね、さらにヤバい1ヶ月になるかなと思います。まあ打者の大谷選手がこの間来たばっかりなんで、まあ投手大谷さんがここで来るっていうのはまああんまり考えづらいのかなって気はしてるんですけど、まあまだまだ出てない2選手たくさんいますので、まあその球団のね純正の方とか本当にとんでもない額かかる可能性があるなという1ヶ月になりますね。でまあじゃあどのガチャを回すべきかっていう話なんですけれども、まあ改めてにはなりますけれども、ここ最近始めたばかりの方はですね、現役の選手とかが、なかなか持っていないとか、単純に S ランクの枚数が必要になる方も多いと思うので、まあそうなると周年福袋がねやっぱり優先にはなるのかなと、まあガチャ内容的にも一番いいですし、まあそこが優先にはなるのかなとは思います。ただあくまでもそれって、まあ、効率よく強くなりたいっていう前提になるので、まあロマンを追う形であればもうダルビッシュセレクションないしは藤川さんのコラボですね。はい、もうここに関してはもう二度と手に入らない可能性もあるので、まあ先々ねここ回しておけばよかったって後悔する可能性が非常に高いのでね、まあロマンを追うのであれば、まあそこを優先にしてもいいのかなっていう気はしますね。あとはまあダルビッシュセレクションに関しては昨日1本ね、それだけで動画をまとめて撮ってますので、まあ、よければそちらの動画もね見ていただければと思います。はい、ということで、今回はですね、イベントガチャスケジュール予想、11月編やっていったんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ本当に11月今年は盛りだくさんな1ヶ月になることが間違いないと思いますが、今月もねたくさん動画の方、いろんな動画出していきたいなと思ってますので、ぜひですねチャンネル登録通知登録して、動画の方待機していただければと思います。あと告知になりますが、明日ですね、11月の5日、金曜日の20時から、公式の YouTube のチャンネルでですね、DeNA のスピリーグの、結果が発表となりますので、まあ、よければですねお時間合う方は見ていただければと思います。生放送でも言いましたが、もう間違いなく、まあ、後悔はさせないと思いますので、ぜひねお時間合わせて見ていただければと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。